1月1日に入会したよね。はい、1月1日に入りました。電話かかって私呼び出されて来てから入会してありがとうございました。すいません。1日も休んでないでしょ。はい、まだ1回も休んでないです。そういう性格。そうですね。すごいね、血管出てきたね。グーッと入れてみて。力、特殊な体質やからね。それは知ってた自分で。いや、あんまり自覚はなかったです。いないよこういう人、ほんと。バスケット高校の時やってたよね。はい、グーッと進学校でバスケットだけど、まあいろんな人の体見たけどこういう人少ないね、うん、本当少ないね。グッと腹筋入れてみて。本当一日も休まず、もう3ヶ月近くやってるけどね。で1日2回やる時もあるでしょ。はい、で20分ぐらいで帰る時もあるよね。はい、それはいいよ。とにかく刺激を与えることがね、はい、あと強度を高めてってね、聞くのが分かるでしょ。そうです。最近はなんか聞かせるのを主にって感じでやってて、ね、この体質だったら分かるよ。だから潰れてか追い込めばいいけんね、はい、重量もそう気にしてないけんね。とにかくもう潰れて追い込めばいいよね、はい、何分割でやってる。3ですかね。あ、一応分けてやってる。まああんまり大声も出さずにね、はい、やってるから、まあ向いてるから頑張ってやったらいいよ、はい、自分でもめちゃくちゃ変わった。始める前の写真も撮ってたんで、それと比べると変わったなって感じ。最初からいい感じだけどね、グーッと力入れたら血管が出てきたけどね。血管が出るっていうのは脂肪が薄くて、うん、筋肉の密度があるってことなんよ、はい、血管とか前出なかったよね、考えたらね。そうですね。いいよいいよ、めちゃくちゃ良くなるよ。ありがとうございます。ちょっとバック向いてみようか。バックもボコボコだからね、ちょっとポーズ取れないけど、ちょっと肘が下がると良くないよね。いいよ、あ、すごい、いい。下げてみて、ここを押して、ちょっと広がりがな、広がりを、いや、寄りすぎたらダメなんよね。ちょっと寄ってるけどね。だからこの時もいいけんね、ちょっと肩、この辺ポーズ練習してほしいね。まあいいや、じゃあ前向こうか。こうやってどこに力入れていく、グーッとして筋肉が痛くなるぐらいにしたがいいよ。まあこうやって力入れるだけで筋肉って発達するんよ、はい、アイソテンションって言うんやけど、重量なくても発達するからね。グーッと入れて、腹筋とかも、特に腹筋とかはアイソテンションやっとった方がいいよ。はい、まあどうなるか楽しみやね。まあぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。ポーズ覚えて。